オランダの聖セ,セルバティウス教会所像のペクトラルクロス。木材に金を施し、尻尾、宝石に、造下製のイエス像で装飾されている。イングランド王ヘンリー三世から贈られたと見られている。ペクトラルクロスは、キリスト教の高位聖職者が身につける装飾用の十字架。通常、チェーンや紐などを用いて首から吊り下げ、胸の前に十字架部分があるためこの名がある。 キリスト教徒が十字架を装飾品とすることは、聖職者、一般神と共に行われてきたが中世後期頃から、胸の部分に装着した大型の十字架は、司教の服職的な特徴となり、ローマカトリックでは、教皇、数奇教、司教、修道院長などの高位聖職者の権威を象徴する特権となった。高位聖職者のためのペクトラルクロスは、多くの場合、 貴金属を取材料とし、奇跡や半奇跡、複雑な彫刻が行われているもの、十字架状のイエスや天使や羊、イクソスなど、キリスト教のシンボルが遺称されたものも多く見られる。聖遺物を収納するための箱状のものも存在し、そのような場合、中の聖遺物を見ることができるように開閉できるような蝶つ害が付けられていたり、中身が見えるようにガラスの部分が付けられている。 現代では、聖職者、信徒が高額な装飾品を寄付する場合や、ナショナリズムの現れとして死亡する国や地域、民族に由来する材料や装飾が施された十字架を着用する例も多く見られる。ローマ教皇ベネディクト十六世、ローマカトリック教会では、ペクトラ、またはクルスペクトラーリスと呼び、教皇、数奇教、大司教と主教が着用する。また、 教皇の許可を受けて、修道院長や大聖堂付きの律修事祭に着用の特権が与えられることがある。ペクトラルクロスは日常、宗教行事中ともに着用される。キャソックを着用している場合には、首から下げた十字架をフロントボタンに固定する。付属の紐は絹製で、会議により色が指定されており、教皇は金、数機卿は赤と金。 大司教、司教は緑と金を用い、男性の修道院長は黒と金、女性修道院長と大聖堂をつき、ただし修士祭は黒のコードを用いる。モンシニョールと呼ばれる司祭は教皇のにより司教と同様の衣装を身につけることが許可されていることがあるが、ペクトラルクロスの着用によって司教と見分けることができる。 司教や特権を受けていない生殖者もペクトラルクロスを着用することができると考えられているが、その場合は周囲に司教と混同されないように服の元に着用することが求められる。ただし、現実には、高位生殖者以外にもペクトラルクロスを着用した生殖者は一部に存在する。ペクトラルクロスは司教の装飾品の中でも最も新しい習慣の一つで、 13世紀頃に、慣習的になったものである。それまでは、一般の信徒と同じように、着用するかどうかは、個々の主教の裁量に任せられていた。聖公会のワシントン主教、アルフレッドハーディング・イングランド教会を起源とする、聖公会でもペクトラルクロス着用の習慣が、継承されているが、通常は主教に限定されている。また、聖公会で使用されるものは、 通常、コルプスは用いられない。主教の石と呼ばれて、指輪等の装飾に用いられてきたアメジストなどの奇跡、半奇跡が使用されていることもある。カトリックと異なり、十字架を吊るす会ごとの紐の区別はなく、金属製のチェーンなどが用いられるが、一部の教区には伝統的にカトリック時代の着用方法を継続している場合もある。聖公会では、 主教以外の聖職者が十字架を首から下げて用いることもしばしば見受けられるが、主教と混同されないように小型のものを用いる。2009年にバチカンで行われたローマ教皇ベネディクト16世とカンタベリー大主教ロワンウィリアムズの会合の際、教皇からカンタベリー大主教にペクトラルスタッフが送られた。イングランド教会の独立以降、カトリックは、 同教会による聖職制度と正当性を否認してきたが、十字架の授与により、教皇がカンタベリー大主教を司教として認識したことを示すものと解釈する主張も見られた。プロテスタントでは、ルーテル教会の牧師などに着用例が見られるが、教約者の再腹制度を持たない教派も多く、十字架の着用は個人の思想や教派の方針によって様々である。 ありがとうございます。